京浜急行バス、追浜営業所は、神奈川県横須賀市夏島町に所在する京浜急行バスの営業所。追浜駅、金沢八景駅、金沢文庫駅を発着するバス路線を所管する。夏島町の営業所のほか、内川橋に奏車場を所有している。営業所記号は A。横浜市との市境に近い神奈川県、横須賀市北西部では、対象初期に、 今の船越にあった海軍水雷学校へのアクセスを軸に乗り合い自動車網が広がっていった。当時は湘南電気鉄道ができる前で関鉄横須賀線図市駅と船越を結ぶ湘南乗り合い自動車の便がまず最初に誕生した。なお、この湘南乗り合い自動車は後に横須賀自動車が解消した湘南乗り合い自動車とは関係がない。 湘南電鉄の工事が始まると、鉄道専攻の意味を込めて、横須賀自動車が横須賀駅から金沢町を経て横浜市磯国の杉田を結ぶバス路線を、これら路線を担当したのは横須賀市中心部の本社に併設されていた平坂営業所と現在の船越バス停付近にあった田浦営業所という2カ所の拠点だった。1933年、 湘南電鉄の筆頭株主でもあった、京浜電気鉄道の社長、も月群志郎が、横須賀自動車の経営権を掌握すると、1935年には横浜乗り合いを合併。横浜駅から横須賀駅まで同一会社のバスで行けるようになった。横須賀自動車は社名を湘南乗り合い自動車と変更した後、1937年に湘南電鉄へ合併された。 湘南電鉄に合併された直後には、横須賀自動車から引き継いだ田浦、タウラ坂両営業所はそのままとされた。1941年に湘南電鉄が京浜電鉄に合併された後もしばらくはそのままだった。しかし、大東は戦争中の東京急行電鉄への合併後に堀内営業所に統合され消滅する。したがって、 戦前の両営業所の経費は堀内営業所に引き継がれており、このことは東営業所管下を走っている。八景線が今でも堀内所管であることからも明白である。1945年、日本の廃線とともに東急はバス事業の再建に乗り出す。横浜市南部から横須賀市にかけての地域では、横浜市電、杉田線の復旧が遅れたこともあり。 現在の横浜線区間が終戦からわずか2ヶ月弱で再開にこぎつける。1946年に入ると、現在の磯子線、八景線区間も再開し、湘南富岡駅が空襲被害により休止となっていた東急湘南線の補完的役割を果たした。1947年、神奈川県内田営業所の路線の復旧が進んだことで車両不足が 深刻化し、横浜線、磯子線を合わせた横浜駅、六浦間の運行が、横浜市交通局に委託される。1948年6月1日、京浜急行電鉄が営業を開始する。杉田、堀内営業所は、京浜急行に引き渡されるが、杉田営業所は一旦廃止され、堀内営業所が横浜市と横須賀市にまたがる広い、範囲の路線を担当することになった。 直後の6月5日、八景線全線が再開され過ぎた、堀内間の運行が始まった。11月には、田浦線の前身の船越循環線も新設された。現在の追浜営業所は、京浜急行電鉄設立からずっと後の1970年代に、改めて起こされた。杉田営業所改め横浜営業所は、金沢家や横須賀市。 浦郷地区の路線も一体的に担当していたが、エリア南部の路線を本所のある杉田から磯子線経由でで入庫させていたため、無駄が目立った。1970年代に入ると、住友線や農み台に移った野村住宅線、富岡線なども開通し、杉田から指令を出したのでは追いつかなくなることが懸念される。そこで、この地区の指令拠点を杉田から追い浜に移すことにし、 京浜急行は、日産追浜工場南端の搬入口に近い、私有地を取得した。横浜京急バス時代は、東営業所の路線はすべて京浜急行バスからの、運行受託路線であった。横須賀市北部の追浜と横浜市磯子区の根ギー線、磯子駅を結ぶ路線である。路線の成立は1949年と古く、当時は横浜駅を起点としていた。 またそれ以前の1948年により、堀内杉田も運行され、後に横浜駅堀内の直通運行も開始された。開通当初は堀内営業所の担当であったが、運行の効率化を図るため1952年に杉田総社場が開設され、1959年の営業所への昇格により杉田営業所所管となった。昭和40年代に入ると、 モータリゼーションの進展により定時運行が困難になり、1971年に、磯子駅を境に横浜方を110系統、追い浜方は4系統と路線を分割した。その後追い浜方の奇襲点が、東京ファイン前、追い浜車庫前、夏島と徐々に伸びる一方で、磯子駅側の遅延対策として、横浜営業所担当の途中折り返し便、鳥三日線が設定された。 現在も、夕刻や雨の日などは、追浜駅前通りや国道16号の混雑で、遅延が日常化しており、特に夕刻の磯子駅は、追浜駅の時点で10分以上の遅れが状態化している。また、運行ダイヤが、きついようで16号の交通量で大きく左右され、朝や夕刻には2台続けてやってくることも多い。平日のみ、追浜駅折り返し便がある。かつては、 横浜市営バス、磯子営業所と共同運行していたが、横浜市営は2007年3月31日、限りで撤退。同時に取り三河線も本系統に吸収される形で、廃止となった。過ぎた磯子駅間は大人210円、小人110円の均一運賃となっている。なお、市営バス運行当時、及び2008年2月1日までは、運賃の支払いは、前乗り屋通り。 釣り船式であったが、現在はすべて後乗り前折り、整理券発行方式及び、両替式となっている。同年10月からは、平日夕方に運行されていた、夏島初追浜駅行き追算系統二便を4、系統に変更し、事実上磯子駅まで運行区間が延長となった。高取循巡間線は、京急本線追浜駅と湘南高取団地を結ぶ路線である。 多くの便が、操車場のある内川橋発着となる。この路線には、ノンステップバスの専用ダイヤが設定されている。追浜駅東方の埋め立て地である、横須賀市夏島町に立地する工業地帯への路線。日産自動車追浜工場、住友重機械工業横須賀製造所、国立研究開発法人海洋研究開発、機構本部への通勤利用が主体となっている。 このうち、追4系統、追6系統は、工場構内が終点となる路線のため、一般客は利用できない。乗車時に、行き先の会社の社員証、または、協力会社の社員は入場許可証を提示する、必要がある。海洋研究開発機構で降りる場合も、同機構職員証の提示が必要。追浜駅から海岸近くの深浦地区を経由して、 横須賀線田浦駅へと至る路線。夏島線と共に、日産大井浜工場への通勤輸送を担うほか、旧水雷学校跡地で池の屋とバス停が、最寄りとなる、海上自衛隊第二十課学校への輸送需要もある。詳しい成立時期は不明だが、1948、1952年には田浦駅まで延長されているが、1955年頃に循環を廃止している。 その後1961年には、追浜川からの循環線が開通し、一部は金沢八景まで直通した。なお当時は、田浦駅発着便は、逗子営業所、追浜駅発着便は、堀内営業所、金沢八景発着便は杉田営業所がそれぞれ担当していたが、1978年の追浜営業所の新設で、すべて追浜の所管となった。 金沢八景駅と大道、朝比奈方面の住宅地を結ぶ。大道中学校前まで、神奈川中央交通横浜営業所の船08、系統近24系統などと並走している。関東学院本部、六浦高知内の各学校や横浜総学館高等学校への通学輸送に事実上特化した一方循環線。日曜祝日。 大学休暇期間は原則として運休となる。金沢文庫駅と金沢区芝町を結ぶ路線。全線のほとんどが境外区間であるため中型バスで運行され、途中一方通行の道路を通るため、金沢文庫、照明寺の経路は上下線で異なる。なお、平日の朝に区間便として文庫小学校始発の金沢文庫駅業が設定されている。 金沢文庫駅と金沢工業団地地区を結ぶ、循環線。金沢シーサイドラインの補完的役割も果たす。区間便の分18系統も、毎時1本程度運行されている。野島経由による分15系統は、追浜営業所が担当する、金沢工業団地線、柴町線の車両の出入り用に設定された路線である。従来運行していた8、 8九系統の時代はすべて中型車で運転されたが、現在は、金沢工業団地線に使用される大型車両も使用される。またバスの出入庫に合わせたダイヤ編成となっており、金沢文庫行きは、早朝から夕方まで、追浜車庫前高は朝ラッシュ後から深夜までの運行である。小高い丘の上にある、六浦台、エステシティ地区待望のバス路線で二千九年九月七日に、 運行を開始した。カーブや急な坂道が多い。一部便は、六浦台住宅始発、六浦駅行き、または、六浦駅発、エステシティ3号棟止まりで運行される。2020年3月1日より、農県大営業所から移管する。2020年3月1日から、実証運行を開始した路線。三新住宅及び、東朝日那地区と、 無通ら駅を結ぶ循環路線。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、実証運行が困難になったため、2020年9月16日から運行休止中。日産ディーゼルスペースランナー RA、追浜営業所は地元に、日産自動車追浜工場が立地していることから、大型車は日産ディーゼル工業とイスズ自動車の2メーカー、中型車はイスズを中心に廃車されてきた。 1986年には、夏島線専用に中扉を両開きとした、スーパーワイドドア車が納車されたが、短期間で、東京地区の大森営業所に転属した。2000年代になって、京浜急行バスグループ全体で調達が見直された後も、サイズダウン車を中心に日産ディーゼルの廃車は、続けられたが、UD トラックスに、社名変更した後の2010年に、 バスの製造販売を終了したため、以後は原則として、いすずしのみの納車となり、現在に至る。ありがとうございます。